はい、昼ビール放送局。今日も一緒にまこねえとお昼のちょっとした時間を過ごしていきましょう。まあ、そんなわけで M キャストの名前何も言わなかったね。まあ、そんなわけで今日は前回に引き続き16時間断食とコラボということで、今日は筋肉痛じゃなくて筋トレのお話をしていきたいと思います。じゃじゃん。というわけで、私がやってる筋トレは、タバタ式トレーニングって言います。はい。私ね、何度かお話したんですけども、3年くらい前だったかな。とあるね、カリフォルニアに、ロサンゼルスに住んでる友達から、とあるサプリを紹介していただいて、まあ、このね、実験台になってほしいっていうことで、サプリと、ちょっとしたね、筋トレを併用する感じで、ダイエットを始めたことがあるんです。それは、それもね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいで、10キロぐらいは落ちたのかな。まあね、私にとっては、今、2ヶ月で10キロ落ちたとか言ってるけど、2ヶ月で10キロってそんなに難しくないの。筋トレでガッツリもう汗かいて、もう、へいへいへいってもう言いながら、もう声出しながら頑張って落とすのもできるよ。気合と根性で。でもそれは私はもう、まあ、半年が限界だな。半年以上は、続いた試しがない。そう。まあ、それで、今回は16時間断食ってことで、筋トレは、まあ、予備というか、ちょっと脇に置いて、基本的には食事制限じゃないけど、フィッティング、断食を使って、オートファジーを利用した、ダイエットっていうことをしてます。はい。まあ、とはいえ、ダイエットインストラクターを目指している私的には、まあ、筋トレとか、トレーニングの、重要性もよく知ってます。はい。食事制限だけで行ったダイエットが、後からすごく大変な思いをするってこともよく分かってるので、まあ、それに関しては、数日中に、今日のアウトプットの中で、お話しするので、興味がある方はそちらをぜひお聞きください。まあ、今日はね、ちょっとその話はしないんですけども、じゃあ、私がその数年前にやってた、筋トレはどうかというと、まあ、最初はね、その友達から紹介してもらった神戸のね、先生、筋トレの先生というか、空手の先生だったんだけど、その人はロサンゼルスで空手道場をしながらダイエットのトレーナーをしてたっていう方なんですね。まあ、その方が神戸にいて、まあ、その方を追いかけて私、単身大阪まで行ったんですよ。で、大阪で仕事しながら週1回そこに通ってっていう感じで、あれもね、半年ぐらい通って、まあ、トレーニングしてました。まあ、その頃の動画は、このね、チャンネルの、最初の方を見ていくと載ってると思うので、まあ、興味があったらご覧ください。忘れなかったら概要欄に貼ってます。と言って、概要欄貼るときになってなんかめんどくさいって言っていつも貼ってないんだよね。わかってるよ。やる気がないんでしょって言われて、まあ、やる気がないわけじゃないんだけど、なんかそこまでガツガツしなくてもいいかななんて思っちゃってます。まあ、そんなわけで、まあ、大阪から神戸に、まあ、1時間半ぐらいかけて毎週通いながら、そこで、やってたのがタバタ式トレーニングってやつなんですね。はい。まあ、タバタ式トレーニングは、まあ、神戸に行く前からもやってたんですけど、神戸に行く前に、何ヶ月かな？12、1、2、3、4、5、だから6ヶ月ぐらい、スキー場で働いてたんですよ。私、スキーとかスノボ大好きなので。まあ、その時に、スキー場って、私が行ってたところは、相部屋で、まあ、時間も取れなく、まあ、筋トレしてるような環境でもなかったので、まあ、そういうところでもう筋トレできる何かないですかっていう時に、先生に教えてもらったのが、タバタ式トレーニングだったんですね。まあ、これはね、短時間で効率よく筋肉を鍛えるトレーニングなんですが、まあ、その話ちょっと置いといて、まあ、その神戸に行って、で、トレーニングを続けながら、まあ、最終的にはどうなんだろう。
80半ばぐらいまで落としたんじゃなかったかな、ちょっとデータは覚えてなかったんですけども、まあその頃の動画を見ると、うわ痩せてるすごい、私すごい痩せてるって自分でも思うんだけど、まあまあ、16時間断食もね、ちょっと時間遠回りしても遠回りしても3年後にはもうあれよりもっと持ってるので、何も心配することないと思ってますというか、確信してるので、はい。まあその3年間なんで3年間16時間断食を3年間っていうのは、まあそれこそ今まさに今日のアウトプットの中で、リバウンド、代謝とリバウンドっていうテーマをお話ししてるんですけども、まあ代謝とリバウンドにはね本当大きな因果関係があって、まあそこにはねセットポイントって言って、まあ、体重はね、ある程度直感にわたってそこの体重にいると、まあ、例えば私が131キロだった時に、ある程度時間を131キロで過ごしていると、多少体重が前後しても、そこに自動的に戻るように、脳と体がね、セットアップしちゃうのよ。そう。だからね、体重ちょっと落とした、ちょっと上げたとか、ちょっと体重を落としたってぐらいじゃ、またすぐ戻っちゃうの。まあ、それがね、リバウンド、一つのリバウンドなんだけど、そう。まあそうやって戻っちゃうもんだから、時間をかけて本当に急にね1ヶ月で何キロとか2ヶ月で何キロっていうダイエットは本当にダメなダイエットで、そう、ゆっくりゆっくり少しずつ落としていくのが本当はすごく大事なの。うん。でまあ私の場合は16時間断食でやってみたらだって落ちちゃったみたいな感じなんだけど、それでも1ヶ月に体重って体重かける0.、体重かける 5% がまあ限度って言われてるのね。だからまあ私の場合はまあ1ヶ月で落としていいのはだいたい5キロぐらい。まあでもね、100キロ超えると5キロってもう5キロも5キロもね、3キロもそんな大したことないんだけど、変わらないんだけどね。そう。まあそんなわけで、私はね、まだ体重重いから5キロぐらいガッと落ったって、まあまあまあ許容範囲なんだけど、まあ普通の方ね、標準体重よりまあ1キロ2キロ、もしくは5キロ10キロぐらい太って、てるっていう方もまあいっぱいいらっしゃると思うんですよ言わないだけで、まあでもそういう方も自分の体重かける 5% までが1ヶ月の限度なので、まあガッと落とすようなことはしないようにしてください。まあ徐々にセットポイント徐々に下の方に落としていくのがコツです。あと BMI って言って、まあ肥満率というわけではないんだけど、まあBMIが出る体重計がお持ちの方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。まあその BMI が絶対正しいってことはないんですが、まあ過剰なねダイエットは本当健康上良くないので、計画的なダイエットを励むようにしてください。計画的というのは今の体重、目標体重も正しい計算の仕方があるので正しい計算の仕方をして、自分の体重を下げるまでに何ヶ月かかるかって計算した上でやるってことが重要ですよ。はい。まあ、その、本当、計算の仕方なんかも、16時間断食の、ポッドキャストの中でお話してますので、まあ、ちょっと、毎回ね、1時間近く喋ってるので、まあ、全部見れてるのはかわいそうなんですが、まあ、そのうちまとめたいと思ってます。まあそんなわけでタバタトレーニングに話が戻るんですが、はい、ああそういえば洗濯機の音がガンガン聞こえてますね。ごめん、生活感丸出しってことで許して。タバタ式トレーニングっていうのはね、多分ね、あんま聞いたことないと思うんだけど、インターバルトレーニングの一種です。はい。でですね、日本人のね、研究者のタバタ誠司さんっていう方がね、考案されてその名前が付けられたそうなんですけども、まあ、タバタ式トレーニングは20秒の、ね、高強度、うん、まあ、もう息も切れ、息もできないぐらいっていうぐらいの、もうものすごい強高度の運動を20秒間して10秒間休憩、ちょっとうるさいね、ちょっとストップしてるね、いくらなんでもうるさすぎるね、脱水かかったらすごいと思っちゃった、やばいやばい、洗濯機の脱水の音だと思ってたら、今ね、大豆を煮てて、ほぼ私の主食の大豆を煮てて、で、まあ、圧力鍋から大量に水が吹き出してた。やばいやばい。そう、今のすごい音で気になって見たら、ああ、そうだったみたいなパターン。まあ、そんなわけで、ちょっとタバタ式トレーニングの話、戻るんだけど、ちょっと戻って話をすると、
短時間で効率よく筋肉をつけるためのトレーニングなのね。で、タバタ誠司さんという人が考案されたんだけども、20秒間の強高度な運動、もう本当もう気力、体力、限界まで追い込む運動を行い、10秒間休憩をし、で、それを8回繰り返すっていうのが基本動作なの。だから10秒、例えば腕立て伏せだったら10秒腕立て伏せでもう本当、もう全開でやって、で、ごめんなさいね、20秒全開でやって、で、10秒休憩。で、また20秒全開でやって、10秒休憩。それを8回繰り返すのね。それを何セットやるかっていうので、また強度が変わってくるんだけど、私の場合は週1回、2回、それを8セットずつやってる。そう。8セットすることで、短時間で、脂肪燃焼効果が期待できるわけよ。そう。脂肪燃焼効果っていうよりも、筋力強化だね。そう。私は、タバタトレーニングの場合はね、私は大体、8回中6回は、8回中6回は、8トレーニング中6回は、無酸素運動中心。で、残りの2回が有酸素運動。私の場合は、有酸素運動はあんまり重点に置いてないわけよ。そう、カロリーの消費は基礎代謝でやればいいと思ってるの。代謝でやればいいと。カロリーの消費はね。そう。だから、カロリーの消費のために有酸素運動を一生懸命やるんじゃなくて、カロリー、基礎代謝を上げるための筋トレ、無酸素運動を中心にやってる。もちろんね、有酸素運動が悪いわけじゃないけども、1時間頑張ってさ、1時間汗かいてさ、100キロ、200キロカロリーじゃね、1時間頑張って、1000カロリー落ちるってなったら、頑張ろうかなと思うけどさ、1時間やって200キロカロリーぐらい落ちるんだったら、寝てる間にね、そう、何百カロリーも消費してる方がよっぽど全然いいわけで、私は筋肉をつけることで代謝を上げ、それで基礎代謝の力で体重を落とすと。脂肪を燃焼するっていうことに重点を置いてます。なので、基本的に有酸素運動は朝仕事行くとき、帰るときに、歩いてる、もしくは仕事行った先で、お風呂の掃除の仕事なので、運動してる。だから運動はその2つぐらいなもんかな。有酸素運動として運動してるな。あとはね、基本的に家に帰ってきては、来てから寝るまではずっと立ちっぱなし。座らない。座ると、座ってご飯食べたり、立ってご飯食べてるのもどうかと思うんだけど、座ってご飯食べてると、そのままコロンと、うち狭いからね、毛布、布団畳んであるだけなんだけど、布団に追っかかってるうちに、クーって寝ちゃうんだよね。寝ちゃうと、あっという間に1時間寝ちゃ、2時間寝ちゃうから、そうすると、また夜も寝れないし、作業も進まないしって感じで、なるべく座らないようにしてる。ふかふかのさ、ダイエットボールだっけ？なんとかボールってあるじゃん。もうあるんだけどさ、あれもね、座ると居心地が良くてさ、動けなくなっちゃうから、あれも座らないようにしてる。だから帰ってから寝るまでは立ちっぱなし。だからね、パソコンも立ち机にしてるの。というか、テーブルの上にパソコン置いてるだけだけどね。そう。で、タバタトレーニングの話に戻るんだけど、タバタ式トレーニングはね、ジョギングや自転車みたいな有酸素運動だけじゃなく、筋トレにも応用するっていうことを目的にやられてるところがまたすごいと思うのね。だから私はね、スクワット、ブランチ、腕立ては必ず入れてる。あとは私の中でやってるのは、なんだっけ、内臓脂肪じゃなくて、なんだっけ、インナーマッスルを鍛えるトレーニングを中心にやってる。私はやっぱりね、体が男の子だからさ、内臓脂肪の方がつきやすいわけよ。そう、だから内臓脂肪を先に落とすために、インナーマッスルの筋トレが中心にやってるんだけど、そこら辺、女の子の体よりはずっと痩せやすいは間違いない。だって女の子は基本的に皮下脂肪の方がつくから、皮下脂肪はやっぱり、なかなか落ちづらいのよ。の代わり、男性は内臓脂肪の方がつきやすいし、内臓脂肪の方が病気のリスクも高い。逆に女性は皮下脂肪の方がつきやすいけど、皮下脂肪は病気のリスクが少ない。そんなことはね、
ダイエットインストラクターを目指す私にとってみれば常識を まあ誰から聞いてもね、常識かもしれないけどね。で、タバタ式トレーニングはね、とにかく時間がない人でも、ジムに行く時間も取れない、ジムに行くお金がない人でも、まあ、狭いスペースでちょっと工夫すれば誰でもできる。だから部屋でもできるし、まあ、あんまりでかいことじゃ言えないけど、去年ね、一時ダイエットにすごいハマった時があったんだよ。その時は、仕事中ね、お風呂の仕事をパパッて終わらせて、その仕事の終わった後の時間に、こっそりタバタトレーニングをしてた。そう。だからね、あの時は、まあ、タバタトレーニング、1時間ぐらい、まあ、毎日やってて、まあ、そうすると、毎日ね、500グラムぐらいずつ折ってたかな。そう。まあ、あれもガガッと落ちるんだけど、やっぱりね、筋トレ中心のトレーニングって、やっぱね、続かないのよ。そう。なんかもう心が折れちゃうの。そう、私だけじゃないよね、筋トレで、心が折れちゃうの。私さ、スポーツ全般好きなんだけど、陸上競技と筋トレ、とにかく走るのとね、筋トレがね、なんか、楽しくないのよ。だからタバタトレーニングも、もうあの、うんと、週2回を目指してるんだけど、まあ、本当はね、家でもやればいいんだけども、ちょっと、スポーツジムの仕事の後にちょっと間借りしてやってるぐらいな、もう。まあ、まあ、1回、2回が、まあ、やっとだな、今のところ。そう。まあね。まあ、今後また増やすかもしんないし、まあ、減らすかもしんないけど、まあ、ただね、筋肉トレーニングとしては、まあ、週1回やれば、現状の筋肉は維持できるし、2回やれば筋肉の増強につながるっていうのはもう事実。それはもう、最新研究データで分かってることなので、まあ、毎日やったからいいってわけでもないし、適度な休みも入れる必要はあるし、ましてや筋肉痛の時に無理してやるなんて、ちょっとね、もう何年前の、もう巨人の星の世界の話なので、巨人の星とか、キャプテンとか、もう本当、大昔の、漫画の、スポコ漫画の話なので、筋肉痛の時はもう体を休めると。そう。まあ、そんな感じで、週2回、1回、2回トレーニングを最近再開しました。まあ、筋トレを入れるようになってから、まあ、1ヶ月はまだ経ってないかな。そう。とにかくね、16時間断食に体が慣れてこないと、筋トレなんかやってる暇ないと思ってたの。まあ、それで今日はタバタトレーニングの話をしてるんだけど、タバタトレーニングで結果を出した有名人、アスリートはね、日本ばっかりじゃなくて海外にもいっぱいいるんだけど、まあ、有名なところだけをちょっと探してみた。そしたら、水泳選手のね、池田璃花子さん。そう、わかるかな？そう、有名な選手だけどね。2019年の世界水泳大会で200メートルの個人メドレーで銀メダルを取った。そう、選手ね。あとはね、バレーボールのリベロのね、そう、女子のリベロの、小林優香さんとか、体操選手の安田美香さんとか、で、ゴルフ選手の宮里藍さん、葵さんだね、そう、宮里葵さんとか、松山英樹さんとか、まあ、そうそうたるメンバーなんですけども、私がね、最初、タイムトレーニングを取り入れた時に教えてもらったのは、スピードスケートの清水選手、小柄な短距離のスピード選手がタバタ式トレーニングで結果を出してるんだとか、ラグビーの日本代表もタバタ式トレーニングを入れてるとか、まあ、そういうお話を聞いてました。まあね、このね、タバタ式トレーニングは、まあ、強度の、あの強、高強度のトレーニングを短時間続けるから、まあ、一人ぼっちでやるのはね、すっごく厳しい。もう心折れるもん。だからまあ、私、神戸にいたときは、先生がね、ああ、頑張れ、もうちょっと、とか言って、もうすごい煽るの。そう、そう、いける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 、あと10秒、あと1秒、あと1秒みたいな感じでね。でも、その声に煽られながら、なんとか達成していくみたいな、そんな感じのトレーニングだったんだけど、今は一人ぼっちだったからね、まあ、なるべく、こう、高度なものをやろうとしてるけど、まあ、意外と、手抜いてるときもある。まあ、そんな感じでね、やってます。まあ、もちろんね、なんだろう、ジムに通って毎日、それこそさ、下手したら週5日は最低ジムに行ってるわけだし、
仕事でね、まあジムに通えばいいんだけど、まあさ、たまた式トレーニングを知ってて、ジムの機械トレーニングとかって、私はジムの機械トレーニングとにかく嫌なのよ。そもそも筋トレ嫌いだから。だからってヨガもさ、私なんだっけ、ルーシー・ダットンとかさ、昔やってた頃があるんだけど、まあヨガもさ、興味あるし、嫌じゃないんだけども、でもなんか、ヨガって気分じゃないんだよね。そう。ヨガって、もっと体が絞られてこないとちょっと厳しいんだよ。ヨガの形するだけで。ちょっと私の今の体にはまだヨガはちょっと難しいかな。あと、まあ、ダンスも好きだからダンスもやりたいんだけど、ダンスもさ、部屋で一人ぼっちはちょっと厳しいのよね。やっぱ仲間づくりからしないと。そう。そんなこと言ってるうちに、まあ私は一人で、こそっとできるのはタパタ式トレーニングなのかなっていうのが、まあ正直なところ。そう、みんなどうなんだろう。でもまあ朝ね、私毎日歩いてると、まあ真冬はさすがにね、歩いてる人なんかほとんどいなかったけど、そう、それでもね、真冬でもね、雪の降ってる真っ暗い中歩いてる人とかいるんだよ、新潟県で。そう、走ってる人もいたさ。そう、でも最近はさすがにもうさ、私は出勤する5時ぐらいになると、もう東の空が明るくなってきて、私が職場に着く5時20分ぐらいになると、もう、もう明るいなって、もう夜明けだなっていう感じの、空気感なのよ。だからね、もう結構、5時ぐらいに外を走ってる人とか、歩いてる人はいっぱいいる。まあ、そこにね、片手でスマホを持ちながら、独り言を喋りながら私歩いてるわけだから。今日はね、すれ違った人、ふんとか言って振り向いて、私と目が合ったりしてた。そうそうそう。まあ、すごい、ま、ピンクのね、もう、ショッキングピンクのさ、パーカーに、パーカーフードかぶって、黒いパンツで、スマホ片手に震えながら、私とかさ、ラジオじゃなくて、ポッドキャストの収録してるわけよ。そうするとさ、まあ、後ろから見れば女の子に見えるかもしれない。どうかなーで、追い越した時に、まあ、私の声聞くと、あ、男の子だ。え、男性？男？とか思って振り向くみたいな人が、まあ、今日は2人ぐらいだ。まあそんなのはね、小さい頃から慣れっこだから、まあ今更何みたいな感じだけど、そう、まあね、まあそんな感じで、毎日筋トレ、毎筋トレというか、まあダイエットウォークやってるんだけど、まあ、ダイエットウォークね、正直ね、私はあんまり効果がないと思ってる。そう。だって、私さ、行きも帰りも、一生懸命歩いてないもん。全力で歩いてないもん。本当はさ、あれ、ダイエットウォークって、1分間に100歩ぐらいのペースがいいんだよね。で、私多分1分間に100歩ぐらいのペースは歩いてないよね。そう。そうね。多分特に帰りもそんなに頑張って歩いてたりはしないかな。なんかね、まだね、まだ私の体重が重いせいもあるんだけど、頑張って歩くと、ってぜいぜいはーはー言っちゃって、やっぱりね、収録してる音声の中にガンガン入るわけよ。私の訳ありダイエットウォーク聞くと、今日は結構急いでるなとか、わかるかもしんないよね。そう。まあ、そんなんで、あんまり、無理して、行きはあんまりぜいぜい母ならないように、のんびり歩いてるし、帰りはね、時間制限ないからさ、まあ、のんびり、だらだらあっち見、こっち見、写真撮り、林の中入ってみたりしながら、まあ、ふらふらしながら帰ってくから、普通に帰ってこれば40分で着くんだけど、まあ、下手すると2時間ぐらいかかって帰ってくる時もあるな。そんな感じでね、ダイエットウォークはダラダラやってるから、まあ、全く動いてないよりは動いてる方がマシっていう程度のもんしか、なんだし、カロリー消費になってる方は、まあ、なってないか、大したなってないと思うな、ダイエットウォークに関しては。そう。まあ、それくらい私、有酸素運動に特に関心を持ってないから、いいんだよ、全然。
まあ、うちにね、マウンテンバイクもあるんだけど、ちょっとね、もう冬ね、私、マウンテンバイク乗るの大好きでさ、凍ってる雪の上、さーっと雪が積もった雪の上にね、自転車で走るの超気持ちいいんだよ。雪の降らない地域の人には理解できないかもしれないけど、雪の上、自転車走るのはすっごい気持ちいいんだよ。私、大好き。特に寒い日に、さーっと積もった、もうサラサラの雪の上を走る自転車も最高に気持ちいいの。そう。でも今は自転車もちょっとおね、ねんねんしててもらって、毎日歩いていってます。まあね、こっから自転車でね、1時間半ぐらいのところに、そう、法隆神社っていうとっても有名なね、竜の神様もおまったね、神様の神社があるんだけど、まあね、週1回ってか、まあ、せめて満月と新月の日ぐらいはお参りに行きたいと思うんだけど、まあ、それはさすがに歩いてはいけないし、自転車で行かなきゃちょっと無理だろうし、まあ、その日はね、もう作業一切できないっていう前提で行くと思うのと、まだまだね、ちょっと自転車、そうね、まあ、来月ぐらいからこういう神社に月2回ぐらい自転車で行けるようにしたいななんても思ってます。まあ、自転車のヘルメットも持ってないんだけどさ。で、まあ、法隆神社ずっと山の上だからさ、まあ、行きはもう本当のもうずっと登り、まあ、帰りはずっともう全開で帰ってこれるけど、まあ、マウンテンバイクってそもそもさ、舗装道路を走るようにできてないからさ、結構、帰りスピードが出て怖いんだよね。このために自転車もちょっと来月整備しようかなと思ってます。まあ、そんなわけで、よろっと30分ぐらいになると思うんですけども。まあね、明日も、ちょっと、16時間断食とのコラボの話をしていきたいと思うんですが、ちょっと言い忘れてることがありました。まあ、タバタトレーニング毎日行っても健康被害はないかっていうのを、まあ、チャット AI に聞いてみたんですよ。まあね、短時間で高高度の運動をするので、まあ、大した健康被害が発生す、あの、うんと、するってことはないかもしれないけど、まあ、運動不足の人が無理して実施すると、まあ、急激な負担によって体に負担がかかり、怪我や疲労、筋肉痛の恐れがありますって出てるんですが、そう、まあ、筋肉痛はね、本当筋肉痛は、まあ、年齢もあると思うんだけど、私の場合は大体、運動してから24時間後ぐらいに筋肉痛になって、大体48時間ぐらい続く。そう、まあ、それが一般的らしいんだけども、まあ、それより遅く症状が出るってことになれば、まあ、それは普段からの運動不足なんみたいよ。ちょっとそれに関してはしっかり調べてないけど、まあね、過度なトレーニングをしつけて筋肉痛でも動けなくなるっていうのはちょっと困るけど、まあ、弱筋肉痛ぐらいはいいんじゃないかなと思ってます。逆にね、筋トレして筋肉痛にならないとなんかやったのかなみたいな気分になったりもしますもん。筋トレで、一番良い時間、一日の中で一番良い時間は何時ぐらいかっていうのもちょっと調べてみたんです。私はね、現状筋トレは、まあ、どっちかと起きたあと2時間後ぐらいっていうのが、まあ、今のリズムかな。でもね、本当は私の場合は起きた直後の方がダイエットに向いてる。ダイエットのために筋トレをしようと思うなら朝がいいです。朝がいいです。まずね、朝起きて代謝を上げて一日のエネルギーの消費量を増やすっていうことができるので、朝の方が、ダイエットのための筋トレの効果はあります。で、まあ、お昼に筋トレをするってことは、まあ、仕事、学校に集中するためにリフレッシュ効果がすごくあるんですけども、夜するってことは逆にストレスを解消するっていうことがメインになります。もちろん個人差があるので、どれが正しいとは言えないけど、どうせダイエットするために筋トレをするんだったら朝がおすすめ。まあ、それはね、ネットで検索すればいろいろ出てくると思うので、自分にとっていいライフスタイルがいいと思うんですけども。そう、とはいえね、朝筋トレとか、まあ、朝トレーニングとか、まあ、朝ね、歩いてる人とか、今ちょっと気を許したら、誰も聞いてないと思うけど、おならが出ちゃった。ごめんなさいね。そう。で、まあ、朝ね、わ、くさ。ちょっと、自分でもめまいが出るほど、臭いおならが出てしまった。胃の調子が。そう。
まあそれで そう、まあ、朝ね、朝走ったり歩いたり筋トレしたり、まあ、ヨガしたりって本当いいのは分かるんだけども、ダイエットには最高なのもいい分かるんだけど、まあそれにはね、なるべく早く寝なきゃいけないっていうことを考えると、なかなかね、誰でもできることじゃないと思います。まあ、私もね、今16時13分で、もう本当は寝てなきゃいけない時間だけど、なんかテンション上がっちゃって喋りまくってる。まあね、この時間に収録しとかないと、また寝て起きてからになるとね、なかなかテンション上げるの大変なので、まあ、今のうちにおしゃべりして、コーディングして、設定して寝るみたいな感じでやっていきたいと思います。そんなわけで、今日の M キャストも16時間断食と、コラボということで、ま、ひるびる放送局内コラボということで、筋トレの中心にお話ししてきました。で、明日は大きな変更がなければ、こんなテーマでお話したいと思ってるんです。明日も16時間断食とコラボのような話なんですけども、よもぎって知ってます？よもぎ餅とか、まあ、よもぎを使ったよもぎ茶とか、まあ、いろんなよもぎを使った料理があるんですが、よもぎって実はなかなか素晴らしい健康効果がありましてね、抗酸化作用があり、美白効果、アンチエイジングに効果的、血糖値を下げる効果があるため、糖尿病予防にも役立つ。消化器官の働きを活発させる、するため、食欲不振や胃腸の調子が悪い方にもおすすめ。なんとなんと、まあ私にぴったりじゃないですか。じゃあそのよもぎ、実は私が仕事行く途中にいつも歩いている土手に山ほど生えてます。大丈夫です。土手、別にね、あそこのね、土手は農薬撒いてはいないんですよ。年2回ぐらい大きな祭りの時とか、草ってもう大々的に草を刈るんですけども、農薬は撒いてないんで、いつも草ぼうぼう。まだ春の今のうちは若い芽がちょっと出てきたみたいな感じで、まあ、つくしはね、結構もういっぱいババッと生えてるんだけど、よもぎは取り放題。そう、もう今年もね、一回よもぎの天ぷら食べたんだけど、私ね、ほんとよもぎの香り大好きで、もうよもぎをもう帰るときにね、もう癒されたい気分で、よもぎももみもみして、匂い嗅いだみたいな感じで。そう、まあ、それをマリファナっていうか、まあ、麻でやればマリファナですけどね。マリファナは私、日本ではやらないので、持ってもいないし、買ったりもしません。吸ったりもしません。まあ、海外に行けばさ、やりますけどね。私、マリファナ大好きなので。そう。で、そんなわけで、ヨモギは土手に山ほどあるので、ちょっとヨモギを採取して、ちょっとお茶作ってみようかなとか、ヨモギのね、サラダも美味しいらしい。ちょっと今年はヨモギの料理をいろいろ試してみようかなと思ったんですよ。そうして調べてるうちに、まあ、ヨモギのそばで生えてる草で他に食べれるのはないかなと思ったら、まあ、いっぱい食べれるものがあって、例えばセイタカアワダチソウというのがあって、まあね、秋になると、夏から秋にかけてものすごい黄色い花を咲かすね、雑草なんですけど、あれね、すごく繁殖力が大きくて、なんか外来種だったかもしれないな、なんかすごく、なんか本当あっちこっちで見れるんですけども、まあそれもね、調べてみたところ、ポリフェノールやビタミン C が豊富で、抗酸化作用も高く、免疫力アップに効果的、血圧を下げる効果もあるため、高血圧の方にもおすすめ、疲労回復やストレス緩和にも効果的で、精神的な健康にも良い影響を与える。野菜として食べるほか、茶やサプリメントとしても利用されるということで、まあ、それもね、まあ、いくらでも生えてるので、もう取り放題ですよ。取り放題なので、まあ、それとヨモギを、取ったりとか、あといろんな草を取りながら、まあ、いろんな、ただで、本当拾ってくるだけですかね。拾ってこれるものを、積極的に食べてみたいっていうのを、ちょっと明日、熱く語りたいと思ってます。そんなわけで、今日の M キャストと16時間断食のコラボ企画は、筋トレについて熱く語らせていただきました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。明日もまた、ぜひぜひぜひ、お昼前の10時から発信いたしますので、どの時間でも結構ですから、皆さんの都合がいい時間にお聞きください。マコネでした。またね、明日。バイバイ。